やっほー、またおちゃんです。今日はスチームがね毎年発売してる福袋をね購入してみたいと思います。全部で300以上のタイトルが入ってて、その中にはめっちゃマニアックなゲームから有名な人気タイトルまでいろいろ入ってるみたいなんで、今年最後の運試しをねしていこうかなと思います。ちなみにこの福袋はスチームでは売ってなくて、こちらのフォンテガル ファナティカルかな、わかんないっていうサイトのウィンターミステリーバンドルっていうので購入することができます。ここで個数が選べるんだけど、まあでせっかくなら10個の方が絶対お得だと思うんで、10個で1019円、これで買っていきましょう。すでに持ってるゲームとか日本語未対応のゲームが当たる可能性もあるんで、まあ運試し要素は結構強めかも。気になってたけど買わずにいたゲームとかが当たれば嬉しいんだけど、どうかな。では買っていってみましょう。じゃーん、買いました。では早速見ていきましょう。最初の1個目を公開。あー、出たな。ゴルフギャング、なんだこれもう面白そうなんだけど、ちょっとスチームでこのゲーム調べてみましょう。あ、でもなんかこれ見たことあるくね。違うな、なんか安い広告で出てくるゲームみたいすごい外人さんが楽しそうに遊んでる。金額的には390円。あ、でもセールしてなかったら1300円だよ。お得なんじゃない。いい買い物をしたのでは。え、楽しそう。やりたい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 やってみたい続いて2個目を開封していきましょう。ポチ。アウトバーディーズデラックス。デラックスがついてるから面白そうだぞこれもわからん、検索してみよう。アウトバーディーズデラックス、なんかロックマンみたいなやつ。楽しそうだけど、レビュー賛否両論なんだよな。なんでこれ賛否両論なんだろう。日本語はやってんね。いけるね、これ。金額もまあ、セールされて368円。あれだね。サムスとかが出てきそうなやつだ。メトロイドみたいな。あー、まあ、ダオちゃん、こういう系あんまやったことないから、新しい試みができると思えば、いいのかもしれない。一瞬で飽きそう。まあ、今んとこ当たりかなっていう感じなんだけど、緊張の3個目。いきます。ポチ。なんだこれ。ん？10セカンド忍者。え、面白そう。忍者も我々日本のゲームやんか。どんなゲームなんだろう。これが10セカンド忍者 X。 いや、なんかさっきのあれに、さっきのメトロイドっぽいのとなんか似てない、ロックマンみたいな。これはレビュー非常に好評だよ。でもこれ日本語絶対対応してない。なんでだよ忍者なのになんで日本語対応してないの。しかも金額も安い98円。今までで一番安いのを引いちゃった。そろそろこの辺で大穴が来るんじゃないかなと私は読んでるんだが、栄えある4個目、いきます。1、なんだボーダーランズ。ボーダーランズって聞いたことあるな。聞いたことあるだけだわ。え、これさ、あれじゃない？やってみたかったけど手出してないやつだ。ボーダーランズ2。聞いたことあると思ったけど、やっぱり見たこともあるわ。有名タイトルじゃない？これ。やろうと思って今までやってなくて。金額もセール中で
1195円。まあまあまあ、これオンラインかな、日本語も対応してるよね。でもこれ一番新しいの3が出てるんだよね。2が出るってちょっといやらしくない？そこは3でいいじゃん。4個目で有名タイトルが出た。この流れに乗って5個目も行きましょう。こっち。ボンバークルーデラックスエディション。デラックスエディションってつけとけばいいと思って。さっきもなんかついてたぞ。これ検索だな。ボンバークルーデラックスエディション。これなんかあれ？ダウンロードコンテンツ的な感じかな？本体はこれか。これと DLC がついてるやつもらったっぽい。めっちゃ英語なんやけど、日本語は対応して、あ、してるわ。どういうゲームな？飛行機？待って、やらない。絶対やらないかもしれない。え、これ、誰かいる？あげるよ、欲しい人。Twitter の DM くれたら私これあげちゃうよ。絶対やらないわ。飛行機好きな方ぜひ。金額めっちゃいい感じだな。今までで一番当たりだわ。なんかちょっとコアなゲーム。でも金額はいい感じのやつ来た。この流れに乗って6個目か ?6 個目いきます。パチ。ねえ、何なの、プロとかデラックスとか。パンペット BMX プロ。なんだ iPhone みたいな名前しやがって。調べてみましょう。え、なんだ、あー、チャリンコね。チャリそうじゃん。違う？え、なんかめっちゃ技決めてる。非常に好評。あー、自転車でいかに華麗に宙を舞えるかっていうゲームだ。日本語絶対対応してねえだろ、だと思った。私、ジャパニーズなのよ。304円か。金額もまあそこそこ。セールじゃなかったら1500円なんだ。いい感じの値段するね。でもまあ作り込まれてはいるぞと。やらんけど。なんか、ホラーゲーとかそろそろ来てもいいかなってドキドキしながら待ってんだけど、来ないね。では7個目行ってみましょう。こっち。ビートコップ。わかんねえ。聞いたこともないな。検索検索。あー、コップってそういうことか。警察か。80年代のポリスドラマ。あ、ピクセル系だ。あ、こういうの結構好きなんだよね。レビューも非常に好評です。ほい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 。面白そうだよ。見た感じ。日本語は対応してる。金額安。222円。殺人の濡れ衣を着せられたジャック・ケリーとなり。私を罠にはめた黒幕を見つけ出すゲームらしい。え、これほんま222円のクオリティなの？面白そうだよ。ちゃんとストーリー性もあって。なんかね、なんか物足りない。ちょっとこの辺で刺激的なものが欲しい。さあ来い。8個目。ポチ。何これ、ブラスフェモ、マウス？モウス？なんだこれ？ったこともないな。絶対マイナーゲームでしょ。なにこれ？悪夢の世界を舞台に巧みなハックスラッシュの戦闘を繰り広げる。なんか今までのゲームより一番なんかクオリティ高そうだけど。魔界村っぽい。へえ、めちゃくちゃアクションゲーじゃん。日本語も対応してますと。642円。へえ、いい値段だね。え、普通にクオリティ高くない？この絵とか、ビジュアル、グラフィックとか。あ、これ絶対死にゲーだわ。来た、死にゲー。私の出番じゃん。
レビューもいい感じ。やっと死にゲーが来たね、ここで。おバカゲーも来てほしいな、そろそろ。9個目いきましょう。プチッ。デッドエンドジョブ。どっちだ？これはどっちだ？名前的にはちょっとおバカゲーっぽいけど。思ってたんと全然違う。なんかすごいカラフルでポップなゲームじゃん。ぶっ飛んだ世界への扉を開いてみませんか。ゴースト狩りするゲームだって。スティックシューターゲーム、レビューはやや好評。日本語も値をしてるね。346円。あー楽しそう。なんか色味は好きだよ、カラフルで。多分この福袋を買わなければ一生出会うことなかったようなゲームだとは思う。お化けを退治するゲームなのかな。ラストでございます。なんかちょっとなんだろうね、心の隙間を埋めてくれるゲームは未だに出てきておりません。君で最後だ、頼む。10個目いきます。えいうー、セバーサ読めん。セバルドスティール。スティールってなんだ、鉄か。すごい嫌な予感する。すげえ、ここに来て手ないんだが。めっちゃグラフィックよくね。すごい、今までで一番なんて今までの 2D だったけど、これなんかあれじゃない。一番綺麗だし FPS 要素やば。流れるようなスタントシステム、破壊可能なボクシル環境。面白そう。すごーい、楽しそうじゃない。 FPS 苦手な私に果たしてこれができるのであろうかっていうところ。日本語も対応。わっ見て、1285円だって。一番これがなんかこういい値段だね。10個目にこれを持ってくるあたり分かってるね。そうね、なんだろう。こうなんだろうね。テンション上がるゲームと上がらないゲームの差が激しいかな。というか欲しい人いたら本当あげます。全部あげます。あでもどれかなんか楽しいのあったな。どれだったっけ。ゲームのダウンロード方法なんだけど、ここにダウンロードキーがあります。これをコピーしてSteamの画面を開いて、左上のゲームっていうここを押すと、Steamでアイテムを有効化するっていうボタンがあります。これを押して出てきた順番通りに同意するを押していったら、製品コード、ここにダウンロードキーを入れれば製品化が完了します。ゴルフギャングがこれで私のものになった。とりあえずこのゴルフのゲームとこの警察官のピクセルのゲームと、なんだっけ、あこれだ、お化け退治のゲーム、この3つだけはダウンロードキーで入手しました。まあ配信でね、雑談配信とかで、ね、私の片手間にやるゲームが増えたということで、ちょっとホクホクしております。他のゲームはもし欲しい人がいれば全然プレゼントするんで、 DM とくれればすぐにお渡しします。よかったら皆さんも今年最後の運試しということで、このファナティカールっていうサイトで福袋を買ってみてはいかがでしょうか。2022年最後の試し、こちらでやってみてはいかがでしょうか。それでは今日はこの辺でご視聴ありがとうございました。バイバーイ。